竜海戦竜海戦竜海戦は、五代公領の人。意名は三沢、字は宗なり。海選手という道号を持つ。別に名は、玄栄、竜海などのつてもある。優秀優都県の人。十六歳で家去の妙業家の試験に合格した、秀才で、公領の縁王を、竜もリに仕えて上昇にまで出世した。ある日、西洋史と名乗る同人がやってきて、鶏蘭十個と、 ゼニ一枚をくれるように言う。竜海仙が言われた通りにやると、西洋氏は、机の上にゼニを置いてその上に、次々に鶏卵を乗せてゆく。それを見た竜海仙が思わず危ないと叫ぶと、同人は、そう言うが、実は、お前の身分の方がこれよりもっと危ないと言い残して、どこかへ行ってしまった。西洋氏のこの一言で悟った、彼は、すぐに感触を辞して、狂人の真似をして、 歌ったり踊ったりしながら、身の危険から逃れて、ついに同志となり、海選手と合して、修行に専念した。後に、旅道品に合い、金益簡単の秘訣を授けられて、現在の先生小西安市、勇九の集南山の麓と、石市が修とめ泉観楽国で修道して、仙人となった。後世には、同志の曲下海村の玉仙台に、流海病が混流されている。 聖戦した後、ある道館で、企画祭祀の四字を壁に書くと、同時に数千里四方の道館で同じことが起こるなど、常に集南山と大化山間を往来しながら、各地で様々な真意を表したと伝わる。先導の姿として描かれていることも多く、その前髪を垂らした髪型から、流界というのは、髪型の名、あるいは、前髪を意味する言葉としても使われている。 秋代以降は、在神としても、人気を博した。秋代の、列戦前伝では、八千の一人とされている。龍海戦は、全神教の北後祖の一人として尊崇されて、1269年に、元の聖祖は、明悟行動新君の風合を与えた。1310年には武装が、海千明悟行動純遊帝君の風合を、加えた。ありがとうございます。